こんにちは、ワンタチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今日も入山海岸にやってきました。今回は、昨日と違って鯉漁をまた元のにね戻してきました。とりあえず、テストしてから、始めたいと思います。5センチぐらいに埋めたんですけどね、全然ダメでした、ね。10円。
見つかんない全然。釘ばっかり。見つかったことありますか？金はないね。最高で500円玉だな。約1時間の宝探しでした。今日、昨日よりも、昨日は1時間半ぐらいやって20個ぐらいだったんで、なんか元々のついてたコイルの小さいコイルの方がなんか性能がぴったり合ってるんですかね。そんな感じが今日はしました。では数えてみましょう。24個です。本日のお宝は、コインが2個。コインが2個です。ほとんど真っ黒なんで、全然見当つきませんでした。ちょっと磨いたらね、四角い穴が開いてたんだ。昔の古銭だ、ね。それで一生懸命削りました。さあ何が出てくるか非常に楽しみです。出てきたのは豊川福宝という絵銭と言われるものです。絵銭というのは記念品やお守りとして江戸時代からなんかねあったみたいです。これは昭和初期まで製造されていたということでネットに出ていました。
10円とこれで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25個でした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今日はお宝ゲットしたっていう巻きでした。またお会いしましょう。バイバイ。